しまいなんですか。しまいです。さよなら。おい、おい、おい、誰だここに隠したやつは。キンキンに冷えてやがる。キンキン、携帯がキンキンに冷えてやがる。曇りすぎだろ。曇りすぎ。全然見えん。ふざけたな。めちゃくちゃ動かされてる。何分撮ってる。10分。9分10分。何、誰ですか。自分で冷やしたじゃない。自分で冷やしたでしょ。僕はわざわざ録画ボタンを押して、わざわざリアクションを取れるような巧妙なやつやりません。自分に。あ、違う。違うの。ちゃんと録画ボタンを押されたまま。同じこと哲也もさっき言ったからさ。俺冷蔵庫に入れられた。哲也、お前焚き付けたな。じゃあ。冷蔵庫に入れられたんだ。お前が言ったってことは、お前はそこに誘ったというわけだ。俺は被害者だ。曇りすぎだろ、それなの。曇りすぎです。寿司食うな。キンキンなんだぞ。どこでも食うんだよ。マジで冷たいぞ、触るか。新鮮かよ、俺も知ってるよ。鮮度が。寿司食いねえよ、パク。ちょっと、犯人だけ当てるぞ。当て、寿司食いんか。醤油どこ。でもあの醤油探してるもん、こうやって。このアホはあんなことは、巧妙なことはできない。もう二択だ、絶対この二人のどっちか。もうなんだろうな、推理することがあるかな。さっきみんなの集合写真を終え戻るとき、そこからない、確実に。え、徹夜の犯人は見つかったの。でも待て、見つかってない。もう情報じゃないんだよ。いつからなかった。動画は撮られてた。なんで哲也の携帯は動画撮られてなくて、俺の携帯は動画撮られてたのか。つまり犯人は別人ということだ。別だな。模倣犯の動画なんだ。確かに。誰かが哲也の携帯を冷蔵庫に隠してるのを見て、うわこれ面白そうって思った模倣犯が録画しながら俺の携帯を隠した。いや、しかし俺が開けた時の反応を見て、あれこれ録画したら面白いんじゃねって思ってもう一回やった可能性もある。確かにね、哲也の反応おもろかった。哲也はいつ見つけた。その後10分経ったのかな。これは10分録画されてた、入れられたから10分が経っている。10分以上は前だけやってる。うん、だから多分俺の反応を見た後の反抗だ。なるほど。哲也の携帯は多分最後の全員撮影ショットの前に密かに隠されていたと思われる。マジでキンキンだったから結構冷えてた。結構入ってた。結構入ってた、多分。で、全部終わって徹夜見つけた後、模倣犯がやった。てめえそれがどうしたの、なんでかね。これてめえ縁側汚せ。なんで。俺のやつがキンキンにしたから、キンキンの縁側汚せ。アジで判断いっちゃろ。アジかよ。やった、アジもらった、勇者やろう。今から俺が犯人を当てたら、いくらちょうだい。あ、いいよ。やった。この一番いい大トロ、トロをもらうぞ。ウニもあげる。やった、うん、だが外したらその疑いをかけたやつにトロをやる。これじゃ疑いかけてほしいやん。これはやったよ。俺がやった。俺も証言、証言しろ、みんな証言しろ。俺がやった、俺がやったんだ。俺がやったよ。間違えた。条件間違えた。早くしないとみんなの大トロがなくなる。分かった、あの手口は絶対にりょうくんだけど、と見せかけて素直に、と見せかけて別人と見せかけて虫眼鏡なんじゃないか。味を占めてね、味を占めて、もう一回これを録画状態でやった方が良かったわと反省を生かして録画状態でこれを回した。サブちゃんも増えるしね。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。これよこせ。はいや。はいや。はいや。じゃあ次は何？ちょっと待って待って待って。当てるまでこれ生まれ続けるの？じゃあ次の一発で芝居が当てたら、うん、プラマイゼロだから。仕留めるよもう。どこまでやるかはもう芝居次第だよ。もう確実に仕留めるよ。でも次のチャンスがあるならもう犯人を仕留めて、うん、トロを回収する。
確かに。だったらもう一択です。りょうくん。ウニ4個で。え？やったー。俺がよーん。死ぬか。俺がやられたから他の人にやり返したんだよーん。目の前に芝居の携帯があったから入れたんだよーん。うぜえその顔。面白そうと思って録画したんだよーん。ウニがもらえるうち。配りな。配りな。この大トロは俺のもんだ。